ストーンウォール・ジャクソンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。ジェームズ・マディソン級原子力潜水艦の8番艦。艦名は、ストーンウォールと、あだなされたアメリカ連合国の将軍、トーマス・ J ・ジャクソンにちなむ。ジャクソン将軍にちなんで命名された艦としては、第一次世界大戦後に建造したタンカー以来3隻目。ストーンウォール。 ジャクソンの建造は1961年7月21日にカリフォルニア州バレーホノメアイランド海軍交渉に発注され、1962年7月4日に寄港した。1963年11月30日にジュリア・クリスチャン・マカフィーによって浸水し、1964年8月26日にブルーハン艦長ジョン・エイチ・ニコルソン中佐及び、 ゴールドハン艦長リチャード・エイ・フロスト・中佐の指揮下、収益した。ストーンウォール・ジャクソンは9月3日にバレー法を出港し、成長巡航のため、フロリダ州ケープカナベラルへ向かう。ブルーハンノル組員は、ミサイル発射訓練を無事に終え、12月2日にゴールドハンと交代した。12月16日にゴールドハンノル組がミサイル発射に成功すると、 ストーンウォール・ジャクソンは成長巡航を完了するため太平洋へ向かう。1965年2月13日に成長後の信頼性試験に入り、その後ワシントン終盤ゴールで海外配備のための最終準備を行う。4月にストーンウォール・ジャクソンは最初の戦略抑止紹介を開始した。1965年6月にゴールドハンノル区民は グアムのアプラ港でブルーハンと交代する。ストーンウォール・ジャクソンは続く5年にわたって同港を拠点として紹介任務を行った。1970年の春に大西洋艦隊に配属がえされる。4月23日、特別任務のため新珠湾を出港し、5月7日にパナマ運河を通過大西洋艦隊に合流し、 第5潜水小艦隊から第6潜水小艦隊に配属された。8日後にストーンウォール・ジャクソンはコネチカット州ニューロンドンに到着した。ストーンウォール・ジャクソンはニューロンドンで5月の後半を維持のために過ごす。その後6月1日に南に向けて出港し、6月7日から10日まで海軍兵学校に停泊、士官候補生の訓練を行い続いて、 特別任務に赴く。7月の第1週にサウスカロライナ州チャールストンでミサイルを降ろし、7月10日にニューロンドンに到着した。7月15日、ストーンウォール・ジャクソンはグロトンのエレクトリックボート車のドック入りし、ポセイドン C-3 ミサイル運用のための改修が行われた。作業は1971年10月29日に完了し、 ブルーハン乗組員が巡航の準備を始めた。1971年10月から1972年3月まで、ブルー、ゴールドヤンバンの乗組員は、アメリカの南東海岸で、それぞれの成長巡航を行った。3月4日にグロトンに帰還、8日にエレクトリックボート車で成長後の信頼性試験を行う。4月7日にストーンウォール・ジャクソンは、 チャールストンでに向けて出港し、改修後初の大西洋における戦略抑止紹介の準備に入る。ストーンウォール・ジャクソンは1995年2月9日に退役、除籍され、1995年10月13日にワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに従って解体された。ありがとうございます。